ジャパンフットボールリーグ第7回ジャパンフットボールリーグ第7回ジャパンフットボールリーグは1998年度に開催されたジャパンフットボールリーグのリーグ戦である東京ガスサッカー部が優勝したこのシーズンから国士館大学サッカー部が参加することになった学生のクラブとして 初の社会人を対象とした全国リーグへの参加となったが、これには部員数を多く抱え大学側が、出場機会の少ない選手たちの実践の場を求めた事情や、JFL 側にもクラブの解散、配部が相次いだ事情などが重なり実現したものである。優勝争いは東京ガスと川崎フロンターレが、デッドヒートを演じ最終節までもつれ込んだが、首位の川崎が一の二で、 ソニー仙台に敗れたのに対し、東京ガスは、アマラを、岡本隼人のゴールで2から1でアルビレックス新潟を尻ぞけ JFL 最後のシーズンで初優勝した。2位の川崎は、J1 参入決定戦への出場が決まった。このシーズンは 1998FIFA ワールドカップの開催のため、5月の第10節終了後、2ヶ月の中断期間があった。 またこの年度をもってジャパンフットボールリーグは廃止され、翌シーズンからは J リーグディビジョン2と日本フットボールリーグへ再編された。ありがとうございます。